こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はですね、ゲストをいただきました。そもそもの、盆栽の考え方とか、作り方について、ちょっと改めて、動画にしたいなというふうに思います、はい、なんとなく、おのおの盆栽球に出演してる人も盆栽の考え方ありきで動画を作ってたりとか、説明してると思うんですけど、そもそもの場所の意味だとか、こういうことをポイントに考えてるとか、あんまりそういうのを詳しく説明してなかったかなというふうに思うので、はい、今回の動画ではそこをもう一回フォーカスし直して解説しようかなというふうに思ってます。ですので、まずこれを見て、盆栽の考え方を学ぶみたいな感じにやっていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。はい、あれですね、そもそもその方は流れがよく分かんないってことだったと思うんですけど、はい、じゃあ盆栽とはから話していきましょうか。盆栽とはから、はい、はい、盆栽の盆という字はどういう字書きますか。お盆の盆、はい、小さい器のことを指しますね、はい、盆っていうのは。それに植物を植える、植栽の栽ですね、で盆栽になるので、小さい器に入った植物のものを、はい、大まかに盆栽と言います。ただ、もともとはですね、中国の方から盆景とかそういう形で植物の植え込みだったものが、日本人のエッセンスとかそういうのが凝縮されて今の盆栽の形になってきたというふうに言われてますね。盆栽とはですね、いつもいろんなところで表現に出るのは自然の縮図っていうふうに言われてます、はい、ですので、この小さい器の中で木をより大きく見せて自然の雄大さとか、厳しさを表現するっていうのが盆栽の考え方というか楽しみ方になりますね。それを踏まえて、盆栽の基本的な、いいとされる盆栽の考え方なんですけど、木よりも基本的には鉢を小さくすると、木がより大きく見えて、迫力が出て見えるっていうふうに言われてます。なので、うちにある盆栽もほとんどが、木よりも鉢の方がちょっとちっちゃくて木がより大きく見えるようにっていうのを意識して作ってます。ただそれにも何でしょう、培養の観点で、ちょっと鉢、小さすぎる鉢にずっと入れておくと木の調子が悪くなってちょっと元気がなくなっちゃったりすると、わざと緩めるって言い方するんですけど、ちょっとだけ鉢の大きいやつに入れたりとか、素焼きの鉢に入れたりとか、そういうような工夫をしてこの木の健康を守ってます。だからあんま小さくしすぎても木にとってはあまり良くない場合もあるともあるって感じですね、ただやっぱり飾りとかしっかりとしたお披露目する場合は閉めた鉢に入れてあげるのが、今の現代の盆栽のセオリーとなってます、はいはい、で、盆栽を、作ったりとか鑑賞したりとかするときに3つぐらいかなポイントがあると思います、1つが、皆さんの体と同じように正面というのがあります、はい、正面というのは我々でいうともう顔の方ですね。この盆栽でいうとここが正面になっています。正面の定義といいますと、セオリー的にはこの立ち上がりから幹の動きがよく見えるような方を正面としてある。あとは若干ですけども、こう皆さんの方にこんにちはってお辞儀をしているような方を正面にすると綺麗っていうふうに言われてますね。前ちょっとそうですね、どっちかっていうとデーンって威張るんじゃなくて、お客様をお迎えするような形で、お辞儀をすると、いい盆栽だよねっていうふうに言われてますね。それは作る人が考えるってことですよね。そうですね、なので、例えばこの木の正面が今ここだとします、はい、ただこの盆栽がもし次の方のところに行った時には、もしかしたらここは正面じゃない可能性もあります、それは、作り手のセンスとか、考え方によって、いかようにも変えられるのがこの盆栽のいいところかもしれないですね、あれですかね、よくこう大木感を出すために前かがみするのは、多分ここから正面から見た時にこう覆いかぶさる方が大木感が出るから 前にちょっと倒してるのかなとか思ったんですけど、それも
なんでしょうね、奥行き感っていう面では、うん、目の錯覚というか、そう、重要かもしれないですよね。理想の立ち上がりっていうのはお腹がへこんでる方がいいというふうに言われてるんですね。はい。なので、まあ、一回後ろに下がって最後にこう、うん、頭くるような感じが、まあ、僕は思う綺麗な盆栽の、まあ、立ち上がりからの姿かなというふうに思ってます、うん、なんかありそうですね、この目のその錯覚を利用したみたいな。あるかもしれないですね。ね、ディズニーランドのあれみたいな、シンデレラ城、シンデレラ城のね、あれ上がちっちゃいってことですね。上がちっちゃいとか、あと真ん中に何もなくてちょっとへこんでんだよね。へー、あのシンデレラ城の前がこう、あ、確かにそう、そう、ちょっとこうくぼんでるんだって、それで人大きく見えるんだって、へー、みたいな効果があるってことですかね。です、はい、大まかなセオリー、正面の考え方っていうのはそういうところにあります。はい。2つ目、盆栽には流れっていうのがあります。流れ、はい、僕もいろんな動画で普通に流れって言っちゃってるんですけど、はい、そもそも流れって何かっていうと、自然の中で例えば風が吹かない場所だったりとかっていうのは絶対ないはずなんですよね、うん、どこかしらから風が流れるっていうのが自然界の、まあ、摂理というか、はい、になります。で、それを表現するためには均等じゃおかしいんですよ、うんうん、シンメトリーで作ってしまうと、例えば盆栽で言うと三角形を作るといいっていうふうに言われるんですけども、正三角形とか二等辺三角形だと全く風が表現できないんですよね、うん、不等辺三角形って言って一辺の長さが全部違うような三角形を作ってあげることによって強い風が吹いて、で、まあもう要は均等な植物で絶対ないはずなんですよ、うん、自然界に、はい、なのでより何でしょう、自然に見せるためにはやっぱりアンバランスっていうのが重要になってくるかもしれないですね、はい、でこの木の場合一番下の枝がどこにあるか、これだ、これですね、お、これの、この枝、はい、この枝を、まあ、我々だと挿し枝っていうふうに呼びます。まあ、模様木だと一の枝っていうふうに、はい、言ったりしますけども、一番下から出てるようなもの、うん、これを一の枝と言います、はい、かえって逆に出ている枝、この辺にあるやつですかね、逆に生えてる枝を逆枝と言ったりとか二の枝と言ったりとか、します。それでですね、これは三の枝っていうんですか、 こっちかあとは裏枝とか、裏枝になる可能性もあるのか、三、ね、が、はい、じゃあもうセオリーとして1、2はあって3は裏枝になることが結構あったりするから3って言わないのかな、うん、っていう感じなんですけど、はい、この挿し枝の方向に基本的には流れっていうのを作ります。なんででしょう、なんででしょう、あと一番最初にできた枝が生き残ってる、だから多分こっちにも元があったかもしれないけどこっちは枯れてこっちが残ったとかですか。そうですね、それに補足すると、うん、なんでこっちが枯れるかっていうと、はい、こっちが強い風が吹くんですよ、うん、そうするとこっちの枝っていうのは、まあ、自然の雨風によったりとかだん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 枯れてきちゃったりとか折れてしまって枝がなくなるんです、はいはい、で逆にこっちの挿し枝の方ですとこの樹木とかこの幹に守られて枝が折れずに枯れずにこうやってはびこるんですね、長く、はい、なので、この挿し枝の方に流れを作るっていうのが、まあ、一般的な考え方になっています、うん、自然界でもそういう形が多い、はい、多いですかね、はい、まあ、それは一応セオリーとして考え方なんですけど、はい、もう何でしょう、たまに、食いつきっていう横が出てくると思うんですけど、うん、逆の方にちょぼんとちっちゃく枝があったりとか、あとはすごい大きい、模様木だったりすると重厚感を出すために逆の枝、うん、一番下の枝をわざとつけとくような木もあります、うんうん、なので完璧なセオリー通りの木っていうのはもちろんあるんですけども、うん、そうじゃない木もあるっていうのは考えておいた方がいいですね。なるほど、はい、それも例えば本当流れ強調するならこっちの枝大きいですもんね。そう、なんかどっちかなって最初思っちゃうぐらいの、ただこの木の迫力とかを出すにはこの辺の枝っていうのは若干ボリュームをつけてあげるとどっしりとした低重心の印象にすることができるんですよね。 なので、まあ、もう少しこの辺も
強くしてあげてもいいのかなとは思うんですけども、この辺は極端に例えばここからごっそり行くとより流れて強調できるんですけど、今度は重心が高くなるんですよね。そうすると何だろう、がっちりとした印象からちょっと外れてしまうっていう、まあ、その辺は作り手のセンスになると思うんですけど。なるほど、はい、ラストもう一点、盆栽にはですね頭っていうのがあります、はい、頭っていうのはこの木でいうと、まあ、大体このここら辺から上の部分ですね、うん、こういう模様木とかどっしりとした木だと頭って少し大きく作るんですけども、はい、まあ、培養管理がいい風に、まあ、見せることができるんですね、うん、でかえって例えば私たちがいつも針金かけているような、動画にしているような木だとわざと何でしょう、頭をちょっとちっちゃく作ってるんですよ、うん、それは何でかっていうと、やっぱりもともと素材だったような木を改めて、骨格作りって、まあ、骨を作ってる作業をよくするんですけど、そういう時には無理くり大きい頭を作ってしまうと頭でっかちのままどん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 後戻りできないような状況になっちゃうんですね。なので最初の骨格作りの時には頭をちっちゃく作って、そこから広げていくというか、うん、たまに頭ちっちゃくして作るってよく言うじゃないですか、うん、だから頭ってちっちゃい方がいいのかなって思う人もいると思うんだけど、うん、それは骨格だから。そうですね、そこから骨格作りだから、例えば3年後5年後を見ると、頭の部分っていうのは一番勢力が強いんですよ、うん、なので枝の伸びとか、葉の茂り方ってすごく早いんですね、はい、なので頭が大きくなるのがすごく早い部分なので、最初にちっちゃく作っておくと、うん、3年後5年後が綺麗に見えるっていう感じ。逆に最初から頭を大きく作ってしまうと、どん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 大きくなって縮めるのが大変になっちゃうんですよ。なので僕はいつも一から骨を作るときは頭をちっちゃくするようには心がけてますね。なるほど、はい、この木に関してはもう本当に完成に近いような木になるので、全体的に頭は大きく作ってます。その方が培養管理がよく見えたし、見えるし迫力が出てくるんですね、はい、それはこの木の骨を作った人がやっぱり良かったってことですよね、うん、ですね、頭の位置っていうのは基本的には立ち上がりと同じような位置にあると一番綺麗というふうに言われてます、うん、でもこの木の幹は右に流れてるじゃないですか、うん、右に流れてる。で足の位置と真ん中に合わせるなら最後返さなきゃいけないんです、うん、そう、返して頭も全体ちょっと返してる状態になりますね、うん、この木も。でも流れが右だから、うん、その先もまたこっちを右に返すのかな。そうですね、極端にグイッて向かせる必要はないんですけど、うん、全体的には僕は基本的にはまあ最後頭は正面に向かせるようにするんですよね、うん、ただこの幹の動きっていうのはまあ、いろんな自然環境の中で多分起こり得る動きになるので、はい、最後は作り手の方に向けてあげるっていうのは意識してるんですけど、極端に完全に例えば流れの方向にやりすぎると今度はうるさいというか、うん、やりすぎ感が出てくるんですよね。なるほど。変な話、流れを強調したいんであればもうこの辺の枝全部取っ払ってこう完全に流すような木も、うん、作ればいいと思うんですけど、そうすると何でしょう、完全な流れが出過ぎてしまうというか、やっぱりより温かみを出すには、逆の枝っていうのも重要だし、頭の向きも、向けすぎない、しっかり正面を向かせてあげるっていうのが重要かもしれないですね。なるほど。つまり差し枝がある方とか関係なく頭の位置は基本は幹と幹とか鉢の正面と同じように同じぐらいにするしてあげると綺麗です。そうですよね。で覆いかぶさってるようなのが多分普通なので、はい、でその先が最後こっちに向く。そう、そうするとお辞儀してるように見える作れますよね。じゃあ最初からこうつながってるんですね一応。そうですね、今日のお話の、はい、これ ちょっと前の動画で作った、心拍の盆栽になります、はい、さっき言ったようなセオリー通りには作ったような気がするんですけど、どうですかね、うん、この木も同じですね、皆さんから見て右の方に木が流れてる右流れっていうのは木になります、うん、差し枝っていうか、まあ、一番下にから出てるような枝が
今ここにあります、はい、役の枝がここにある、うん、で裏の枝がここにある、うん、そういう感じで作ってます。この木とこの木の違いでいうと幹の太さが全然違うんですよね、はい、なのでこの幹の細さを利用するには正直言うと今下の方から枝を作りすぎてるという今の状況だと単純に幹が細いような木に見えてしまうんですよね、はい、同じ大きさなのに高さが、うんうん、全然幹の太さが違うじゃないですか、ね、はい、こっちとこっちの印象でどう違うかって言うとやっぱりこんだけ太く太い幹なのにこんな詰まっているというこの何でしょう重厚感というか、うん、が出てるのに対しやっぱりこっちだとやっぱりちょっと華奢に見えすぎるんですよね、うんうん、そこはやっぱり葉張りとこの幹の細さがまあ理由なのかなと思います。でこの細さを利用するにはどうしたらいいかというと下から生えてるこういうような挿し枝とかを落としてあげるとより何でしょうこの幹に合った木作りができるのかなというふうに思います。でもそれを残して作ったわけじゃないですか。はい、いわゆる模様木模様木っぽくして、うん、それは今後の方の、うん、まあ、どうしたいかにもよるんですけども、うんうん、売り物だから余白を残しといたみたいな、うん、そうですね。あとは変な話このまま、うん、木を作っていけばだん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 幹も太くなってきますから、うん、現状、細く見えるだけ、うん、このまま育てていけば、しっかり模様木としては十分成立するようになってくると思います、うんうん、その場合はここ落としたら、うん、こっちが1の枝になるわけですよね、うん、そしたら流れが今度左流れににも作れ る, 作れる。あとはちょっとこの辺の裏枝なんかはちょっと低すぎますよね、うん、なので、この辺なんかも切っちゃって切っちゃってこの辺切ってもいいし、うん、逆にもうここまで行っちゃってもいいかもしれないし、うん、そしてガツッと落としてあげる。これは1の枝にしてそう。そうすると、落ち枝が引いた文人蝶の木ができるかな、うん、なるほど、はい、まあ、いろいろできるような木ですね、うん、ちょっと他の木見ても見ていいですか。はい、はい、だある程度作ってある木っていうのは大体その辺がもう作られてるってことで、うん、例えばこの木の場合だとこれを取ると流れってすごい出てくるんですよ、うん、出るけどこれを残しとくっていう理由はこの木を重厚感を持たせたいからなんですよね、うんうんうん、この枝がないとこの木が少しやっぱり重心が高くなる分、うん、安定感が欠けてしまう。なるほど。この木は模様木として評価されている木なのでここの反対側の枝っていうのは結構重要なんですよ、うん、だから何でしょうこっちも生きてくるというかこれがガツッと落ちるのはいいんだけど木がやっぱり正直まあ華奢に見えすぎちゃうというか、なんか一瞬流れがどっちかなって思っちゃったの。例えばこれを落とすとこっちに流すこともできる。そうですね、はい、ただしっかりここの落ち枝の部分を見せてあげてますよねということは作者としてはここの落ち枝を見せたいっていうような意図があると思うんで、うん、流れとしてはこっちかな。なるほど、はい、効いてる枝はこれですよね一番ね。そうですね、そうです。こっちがなくなっても形にはなるけど、うん、ここなくなるとちょっと不格好になっちゃいそうですもんね。なるほど。まあ、今これ若干模様着ですけど車間気味なんですよ、はい、なので頭の位置がここなので、うん、より流れが強調されているような状況になるんですけど、あ、ここに持ってこなくてもさっきの模様着だったからってこと。これも模様着なんですけどね、うん、まあ、こういうそうこういうこともある、こういうこともあると。だからセオリー通りではないと。そう、ただそれトータルとして、重厚感を見せたかったりとか。なるほど。そういう意図で、こういうことになる。うん、これはここですよね、はい、でも頭もちゃんと言った通り前に向いて、うん、鉢の真ん中は大体、はい、うん、この枝が結構ちょっと上目にあったんですよ、うんうんうん、なのでここら辺が少し寂しい印象にあったので枝を下げたんですね、うんうん、この辺なんかも、若干これ全部僕針金かけたんですけど、はい、去年の今ちょうど1年前ぐらいかけたかもしれないです、うん、ここの枝をもう少しボリュームをつけたかったので今伸ばしている途中なんですけど、挿し枝の勢いをつけてあげて、流れを強調させたいなっていう風な意図で作ってます。なるほど。ただこの辺も少し弱いんですね、うん、弱いというかまだ寂しいというか、なので後々この辺も伸ばして
ここぐらいまで枝が来るとより重厚感が出るんじゃないかなっていう。ママ、うん、だから要はここにもさっきまでのやつはこうあったってことですよね。もう一個枝が。そうそうそう。うん。これとかだってあれじゃないですか。頭の位置はもう全然外れてますもんね。こういうのもあるんだ。はい。差し枝奴隷みたいな。まあ多分一番下のやつなのだろうけど。だから要はセオリー通りじゃないのもあるし、はい、逆にそれが魅力だったり、はい、不安定感というか、うんうん、迷い際どっちかというとどっしりとした安定感なので、なるほど、はい、こういう素材、はい、タッチ、今まずここがカヌキになってるんですね。カヌキっていうのは同じところから2つとか3つとか枝が出ちゃってる状態、はい、これの悪いところは両方幹があるとここに熱が溜まってしまって、うん、幹がすごく太ってしまうんですね、はい、でもう一つ盆栽の言葉に苔順っていうの言葉があります、はい、下の方から太いのがだん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 細くなっていく、綺麗な幹が、美しいっていうふうに言われるんですけども、これだと足元が太くてだんだん細くなっていくのに途中でボコってなってしまって、うん、急に細くなってまたボコってなってみたいな状況になりそうなので、うん、早めのうちに処理してあげないといけないんですよね。どっちか落とすみたいな、落としてあげた方がいい。落としてない理由は多分ここの間が長いから、うん、あ、こことここ、そう、これがなくなるとすごい華奢な木になる、ね、うん、全然印象が違いますよね、うん、これがあるのとないので、で例えばどう回避するかというと、これを差し枝にしたいんであればこうやってグッと下げるんです、はい、こうやってね下げたら上のこの枝も下げてあげないといけないんですね、うん、そこの下の枝がなくなったとして、ね、なくなったとしたらそう、はい、これを下げてあげる。今の状況だとまだ華奢に見えるかもしれないんですけども、うん、そういうような将来性を持った作業をしてあげるとこの木でも重厚感っていうのは作ってあげることができます、うん、なるほど、はい、そうすると右流れと、はい、右流れにできる。なんとなく分かった気がしました。流れ、まあ、盆栽の作り方の考え方ですかね、うん、セオリーはあるけどセオリーじゃないものもある、まあ、だからそのセオリーじゃないものは教えてってなった時はいろんなものを見ていいと思うものを覚えておくのがいいんですかね。僕はそうがいいと思いますね、うん、どうしても型にはまってきて見つけようとしても全然ないんですよ、うんうん、でさっきの連山のヒノキの模様木なんて、はい、あんなに綺麗にできた連山ヒノキって僕あんまり見たことないんですよ、はい、だから本当あんな木ってめったに出会うことないので、はい、っていうことはやっぱりセオリー通りじゃない木のが多いですよね、うん、なのでそれをセオリー通りになるべく作ってあげる、けど逆にちょっと違うポイントも作ってあげるとその木の面白さになったりとか、うん、味になってくると思うので、はい、はい、ということで、うん、こういうような、ちょっとわかんねえな、後ろでにこやかなやつが基本的に息をいっぱい見ましょうと、見ましょうってことですね、はい、で最初に正面とあの差し枝、うん、頭の枝をどれにするかって考えるのは僕盆栽やってみて最初にそこから考えるようになったんで、おすごい、そうだからそうしてみるといい素材っていうのが、うん、結構ね、あ、自分ならこう作れるって思った素材買えるんですよ。そう、人とか店員さんとか、うん、まあ、我々におすすめされてこれがいいんですよって言われても、あ、そうなんだで終わっちゃう方も当然多いと思うんですけど、うんうん、じゃなくてこういろんな吟味した中で、あ、自分ならこれを差し枝にしてこれを頭にしてこういう流れにできるなみたいな感じで選べるとすごく盆栽の素材の選び方って楽しくなってくると思うんですね、はい、だから例えば、まあ、大宮にもいくつも盆栽ありますし、大宮の盆栽美術館もいい木がいっぱいあります、うん、そういうところに行ってただあすごいねって見るんじゃなくて、あ、この木のここが差し枝なんだとか、ここが頭でこっちに流れてるんだみたいな見方をしてもらえると、自分の盆栽選ぶ時のヒントになってくるのかなというふうに思います、はい、この動画が分かりましたというか分かった、あ、いやでも
結構いろいろ複雑に言ったけど、本当にだからその3つだけ考えて素材選びとか木を見るとき見ていけば多分ちょっと上達できるような気はします。でそれは作り方の問題なんですよね、うん、で今度言うと木の本なんだよ、本質というか、うん、例えば捻転の仕方とか、はいはい、どういう風な幹模様だとか、うん、粘りとかそういうところを今度フォーカスしてあげると素材がいいし作り方が分かる、もうベストな木をなんか見つけることができるかなって思います、うん、じゃあ次回は粘転と粘り編、動き編盆栽の動き、盆栽の個性ですね、はい、個性のお話を、はい、個性編をよろしくお願いします、と思います、はい、編集難しそうな動画でした、はい、この動画が良かったと思いましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。プリーズサブスクライブ、いいね、ナイス、サムズアップ、サムズアップ、 Thank you、 Thank you、 バイバイ、バイバイ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。